当に治ってる。おい、いたぞ。この先だ。この子かしら。リムに怒られたのを反省して木の上で1週間お昼寝してたっていうお猿さんは。そんな穏やかなエピソードじゃなかったぞ。こいつもなんかビクビク震えてるな。もう文句言わない、命ばかりはお助けって言ってるぞ。そんなことしないってば。あなたがリムの水晶を持ち出したの？いさいさいさ。また犠牲者か。もうそんな話はいいから。その子は今どこにいるの？そいつデルコングの友達。コングの巣に行けば多分いる。だってさ、デルコング、もしかしてあのナミをさらったやつのことか？どうしたんだ、ナミ。やっぱりね、ヨイサーたちは私たちをリムから遠ざけようとしてるんだわ。どういうことだ？理由はわからないけど、リムは怖いやつだって思わせたいみたいね。とにかく早く水晶玉を取り戻しましょう。考えるのはそれからよ。いざ。うるせえ、俺はそんなことしねえ。いざ。でもさっきの話もひょっとして。うん、私はヨイサーを瓶になんて詰めてない。セイウチが目を回して浮いてきたのは本当だけど。いや、そこは本当なのかよ。こっちでいいんだよな。おう、洞窟を抜けりゃ大猿の庭だ。ねえ、コングのところに行くのはいいけど、また襲ってきたりしないわよね。心配すんな。今じゃあいつは俺の子分だ。あら、いつの間に？俺はあの後もあそこへ資材を取りに行ってたからな。まあ、何度か会ってるうちに自然にな。ナミを救いに行ったの、随分前のような気がするな。俺にとっちゃほんの数日だったが、メモリアは時間の流れが違うんだろう。そうよ、向こうで数日過ごしてもこっちでは半日も経ってないわ。だったらそう思うのも当然だ。それにしてもフランキー、よくあのでけえの子分にできたな。おう、付き合ってみりゃ気のいい野郎さ。船の修理も手伝ってくれたしな。待ってろよリム、お前の大事なもん絶対取り返してやるからな。私を助ける理由って。うん、やっぱり何でもない。いたぞ、サルだ。あら、その後ろにいるコング、様子がおかしいわね。ゴリ一号、くそ、俺の子分に何しやがる。もっといい名前つけてやれよ。お前が
リムから水晶玉を盗んだのか。ボス、そのボスが何なのかわからないけど、盗んだものがあるならリムに返してやれよ。だからそのボスってのは誰なんだよ。ルフィ、気づいてるか。ああ、こっちに近づいてくる。え、近づいてるって何が、何かここにやってくるの。またでっけえのが来たな。こいつがボスか。水晶玉は渡さない、おとなしく帰れって言ってるぞ。間違いなさそうだな。こいつがリブの瓶から水晶玉を盗ませた犯人だ。どういさ。おいお前、リブの玉はどこにあるんだ。返せよ。一瞬ひるんだぞ。でもダメだ、どうしても渡せない。リムと海賊を一緒にメモリアには行かせないって。どういうことだ。あの水晶玉がメモリアへ行く鍵なのか。そう、確かにメモリアに行くにはあの許しの水晶玉が必要なの。でもドエイサーが相手なんて危険すぎる。みんなすぐ逃げて、水晶玉はもういいから。でもあれがないとメモリアに行けねえなら俺たちも困るぞ。他の方法を考えるから。あの玉はお前の大事なもんなんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。ちょっと待ってな、リムちゃん、すぐに終わらせる。どのくらい力が戻ってるか試したかったところだ。練習台にはちょうどいい。みんな、お前の宝物は俺たちが取り戻す。みんな、いけるよな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。刀がうずく。危機急騰流、アシュラ一武器。なめないでね。こう見えてサンダーチャージ。いやが強そうだからって肉らえ、ウソペッパン。どうだ、ドエサ。なんだ、クラッククラするぞ。俺はスーパー。リム、お前の玉ってこれだろ。ありがとう。でもどうして。こんなことをしてもあなたたちの力は戻らないわ。私は海賊のあなたたちから力を奪った。そのせいでしなくてもいい苦労をすることになったのよ。なのにどうして私のためによくしてくれるの。私にはわからない。そんなの決まってんだろ。困ってる友達を助けるのは当たり前だ。友達。そろそろ戻って次の準備でもしましょうか。それもいいが、腹減ったな。こんな大物を相手にするとは思わなかったしよ。サンジ、飯。すぐに作ってやると言いたいところだが、食材を調達してからじゃねえとな。よしよし、じゃねえよ。何食わせる気だ。私はルフィたちの友達。私が本当に友達だったらあんなひどいことしないわ。
どうやらリムは怖がられているけど嫌われているわけじゃなさそうね。そうだな、ナミさんの言う通り、嫌われていたのはむしろ俺たちだ。え、そうなのか。海賊と行動を共にするリムが心配で、彼らはリムから水晶玉を取り上げた。あの水晶こそが不思議空間やメモリアに行く鍵だったから。なるほどな。鍵を奪っちまえば俺たちとメモリアに行けないようになるから。俺たち海賊からリムを遠ざけたかったってわけだ。リムが怖いと私たちに思い込ませようとしていたのもきっとそのためね。根はいいやつらってことか。さてっと、リムの水晶玉も無事に取り戻せたことだし、アディオのところに戻りましょう。よし、じゃあ行くか。この程度なら俺に任せろ。ゴムゴムのガトリング。俺の方はいつでもいいぞ。鬼切れ。やめよ、行くぞ。俺に突き刺す火炎星。俺さ、よっしゃ。あら、何かあるわね。洞窟を抜けりゃサニー号がある砂浜だ。ねえ、私がみんなの友達だとして、私はみんなのために何をすればいいの？なんだよ、何かって。そんなこと気にしなくていいのよ、リム。おう、何かしてくれなくたって俺たちは友達だぞ。そう、でもみんなはそれでいいかもしれないけど。困ってる友達を助けるのは当たり前。ルフィはさっきそう言ってたわ。じゃあ私がみんなのためにできることは。おい、何ブツブツ言ってんだ。なんでもないわ。
早く家に戻りましょう。おう、戻ったか。お前たち、次の移行の目処はついてるぜ。どうする？大丈夫だ。仲間も一人戻ってきたからな。どうってことね。そうか。じゃあ、早速と言いたいんだが。どうした？何か問題があるのか？先日の嵐で橋が落ちちまってな。かけ直すから少しばかり待ってくれ。足なら俺に任せな。あっという間にスーパーな橋を架けてやるぜ。そりゃ助かる。じゃあ材料渡すから橋は頼んだぜ。あお、任せときな。足なら任せとけ。スーパーなやつをかけてやるぜ。すげえな、フランキー。もうできちまったのか？これだな。よし、行くぞ。穴があるのか。危うく見逃すとこだったぞ。あら、何かあるの？アディオ、この遺構って…俺が調べたところじゃ、氷塊の遺構って名前だ。
氷塊？氷なんてどこにも見当たらねえが。確かにな。俺も中を探索するのは初めてだから驚いてると思うさ。それにしてもすげえ滝だな。あれは何なんだ？結界かしら。滝の裏側に何かあるのかもしれないわね。それなら切って確かめるか。行くぞお前ら。切るってあの滝をか。そいつは楽しみだ。108ポンド砲。ゾロの斬撃が飲み込まれちまった。何か特殊な水のようね。巨像に関係あるのかしら。何これ、冗談でしょ。アディオ、お前の能力で何とかなんねえか。さすがにこれは無理だ。まあ、滝の裏に何があるのかはわからないけど、とりあえず他の場所を探索してみましょうか。よし、探検だ。こっちにはなんかありそうだな。なんかあるぞ。なんだか急に寒くなったわね。見ろ、滝がなくなってやがる。どういうことだ。そこら中につららが垂れてるわね。道理で寒いと思ったわ。これってさっきの装置が関係してんのかな。おそらくな。それでどうする。厄介な滝はなくなったようだが。じゃあ先に進むぞ。それにしてもあの滝はどうなったの。あの装置を動かした後に気温が急激に下がったから、多分それが関係しているとは思うけど。その謎を解くよっと。この上に行ってみるしかなさそうね。何が待ってんのか楽しみだ。
本当にもうこの島の今の力を試すにはうってつけだな。気をつけろゾッペ。どうすりゃいい。覚悟しなさい、サンダーボルテンポ。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流王三千世界。よし、ゴムゴムのガトリング。とうとう俺を本気に刺す。カリボシ。天候の科学、舐めないでね。おい、こっちで会ってんのか。俺たちに聞かれてもその問いには誰も答えられねえぜ。すげえ、地面が全部氷だ。どうやらこの場所があの滝の水源ね。ここの遺構は状態変換を研究していたみたい。水を液体から固体に瞬時に変える技術。瞬時に？このとんでもねえ量の水を一瞬で凍らせたっていうのかよ。これがはるか昔の技術だって言うんだから、ワッフルドには驚かされるばかりね。どんどん進むぞ。お、あそこの扉、中に入れそうだ。ああ、中にはこの遺構の巨像がいるはずだ。マジで凍ってる。けど急に割れたりしねえよな。